若王子古墳群は、静岡県藤枝田市若王子474番1に所在する古墳時代前期末から後期の古墳群。静岡県指定史跡。藤枝田市、八重洲市の市街地が広がる志田平野を一望できる、標高110メートルほどの丘陵場に位置し、尾根筋に沿って28基の古墳が密集して所在する。4世紀末から6世紀代まで、 およそ300年の造営期間を持つ古墳群であるが、箱型、船型の木管を自家装する4世紀から5世紀にかけての古墳が多く、横穴式石室を持つ6世紀代の古墳はわずかである。また、前方後円墳が存在せず、円墳、または方墳のみで構成されることから、いわゆる初期群集墳と位置づけられている。1995年。 静岡県指定史跡となった。レンゲテラ池公園の一角に含まれ、古墳の広場として、史跡整備されている。なお、古墳群のある、この尾根筋は、富士見平と呼ばれており、1432年に、室町幕府六大将軍、足利義則が、富士山を見るため、寸府に入る前日にこの尾根に登り、富士を見ながら和歌を読んだことから、このように呼ばれるようになったと伝わる。 1>, 1号分、31号分から鏡が出土している。また12号分から車輪席が出土しており、志田地域の中でも、機内の王権とのつながりの強い、有力な飛走者像が推定されている。ありがとうございます。